プレミアリーグが税の導入を検討していると現地のメディアが報じた。すでにエバートンとノッティンガムフォレストが勝ち点を剥奪され、あとはシティとチェルシーがどうなるかと注目されているが、まさかの税の導入で降格を回避できる可能性が浮上してきた。ちなみに税とはメジャーリーグや NBA のように定められている支出額を超過したクラブの制裁を、勝ち点剥奪ではなく降格の罰金を科すシステムだ。そして集められた資金はトップクラブに配分することや、財政危機に陥ったクラブの緊急基金に充てられる見込みとのこと。しかも規則を変えるにはプレミアリーグ14クラブの合意が必要となるが、20クラブ中17クラブがルールの変更に前向きと見られている。もちろんこの話は現時点では噂程度にたならないが、このシステムがもし実現されれば、財政危機に陥っているエバートンや他のスモールクラブのほか、トップチームに該当しそうで、なおかつ現実な印象があるリバプールやトッテナムがその恩恵を受ける可能性もある。ましてやプレミアリーグの管理者たちはお金が大好き。他リーグと比べても運営側の金銭力は強く、選手お構いなしで過密スケジュールを容赦なく組み込み、なんなら CL ですら軽んじている傾向があるため、たとえ決勝トーナメントに進出しようが、景気で中2日や3日を強行しリーグを優先させる。もしシティやチェルシーが降格した場合、その影響による利益の減少は計り知れない。そして20クラブ中17クラブが合意しているというのも大きなポイントだ。あくまで現時点でゴシップレベルの話だが、ライバルチームやすでに勝ち点を剥奪されたクラブのファンからすれば納得できない話だと思われる。ネットの反応。さすがにアンフェアすぎる。結局札束引っ張ってこれば悪いことしても金で許されてしまう文化ができてしまうのでは。所詮デイリーメールの化石。新ルール成立前の不正は旧ルールで裁くべき。